こんばんは、焚き火ラジオのお時間です。焚き火ラジオは焚き火の映像や音をメインに今聞いて心を休めていただきながら、毎回一つのトークテーマを決めて僕らキャンプ場スタッフが本音でお話しするラジオ番組になります。今日のトークテーマはですね、キャンプブームは終わったのかについてになります。で、今日は僕りょうたとあずでお送りします。あずよろしく。よろしくお願いします。じゃあ、あ、でもあず初か。初登場です。おお、実は初登場です。そうだよね、流星とね、俺だったけど、うん、あずはね、まだキャンプはしたことないけど、一応ね、昔からの同級生ってことでキャンプ場スタッフをお手伝いをねしてもらってます。そうですね、ほぼほぼ初心者で、村長とは大学時代からのバイト仲間。そうね。で、今日はなんか YouTube 見てたんだよね。そう、いろいろキャンプのことを、キャンプブーム終わったのみたいなことを俺に聞いてきてで、あ、確かにその話しようよみたいな感じで、で、キャンプブーム終わったみたいなことを発信してる YouTube があったんでしょ。そう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 、そう。で、その動画の内容とかをアズが一通りもう頭に入れてくれてて、はい、で、それ僕は知らないんで、それについて話そうみたいなね。そうね、テーマになります。はいはい。じゃあ、まず最初なんかあれば順番にお願いします。そう、俺が見た動画はそのキャンプがオワコンになった理由ランキングみたいなもので、はい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 、トップ10だったんだけど、うん、ちょっと全部抜粋してしまうと時間がかかるから、うん、ちょっといくつか。まず一つ目、はい、そのキャンプブームが終わったとされる理由は、うん、まあ、終わった前提で一回話そっか。じゃあ、そうそうそう、うん、終わったっていうのについてはやっぱり思ったより大変、うんうんうん、これが大きくあるみたいっていう、うん、まあその人はそう言ってるけど、うん、どうですか実際、オーナー村長目線で。まあ思ったより大変じゃない、普通は間違いない、普通に考えて、うん、楽しそうとかさ、なんかいろんなゆるキャンとか道具とか見て、なんかただただ楽しそうとか癒しとかを求めてきちゃうと、うん、まあ、片付けだったり準備だったり、うん、それこそちょっと天候が荒れてる時とかは大変だとは思うけど、うん、でもそれも含めて楽しいのがキャンプだから、うんうん、なんかそれを楽しめない人はもうすぐやめちゃうのが正解だと思う。むしろ、うん、だって無理に頑張ってもさ、なんかなんていうの、もう20〜30年とか30〜40年とか生きてきて踏ん張れない人は踏ん張れないじゃん、そういう、まあある程度その人生の型みたいなね。そうそうそう、なんかもう出来上がってる方々だとね、好きなねことだったら、アウトドア好きだったら頑張れると思うけど、ちょっと無理して始めた人とかはもう頑張れない可能性あるよね。そうね。でもそういう人でも楽しんでもらいたいから、うちとしてはいろんな楽しみ方とかは発信していきたいなとは思ってるけどね、はい、課題を解決できるよ。素晴らしいですね。そっか、じゃあ思ったより大変っていう人がいるんだ。そう、あ、まあでも大変、なんかそのさ、キャンプ場とかもさ、なんか受付して別にもうノータッチですみたいなところとかあるじゃん、うん、一緒に行ったとこそうだったよね前。うん、そう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 、だからうちとかだとさ、なんか手伝ったりもしちゃうじゃんたまに、うん、初めて設営するんですこのテント今日買ってきてみたいなさ、うんうん、今日初めて持ってきてみたいな、うん、でなんかサポートできるから、そういうキャンプ場探していったらいいと思う。なるほどね、初心者に優しいみたいな、うん、そう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 、そういうとこっていくらでもあるからさ、うん、うちも含めてね、うん、そう、まあ分かりました。キャンプブームが終わったと、まあ、した場合の理由の1個目が思ったより大変だったみたいな。はい、はい、じゃあちょっと次をいきますか。はいはい、まあ、キャンプブームによって、まあ、キャンプの人口が増えたと、うんうんうん、でそれに伴ってやっぱり民度が下がっちゃったっていうのは多いみたいですね。まあそれはもうそうだよね、めちゃくちゃその通りと感じますか。うん、もうその通りでしかない、うん、今脳内にいろんな、うん、いろんなシーンが今さっき、今がまさに今日ね、うん、今が1時42分はい、夜の1時42分ですけど、なんでこんなに遅く撮ってるのかってとこですよね。はい、つい本当に30分前までもうお客さんと、まあ一悶着って言ったら大げさだけど、まあね、もう
言い争いじゃないか、こっち悪くねえもんな。うん、向こうも多分お酒入ってたみたいな感じだったからね、うん、そう、まあまあちょっとこの話こうしちゃ長くなっちゃうけど、まあ結構そのそれこそ迷惑キャンパーがね、うんうん、キャンプ初心者初めてやるぐらいの人ですごい迷惑な方がいたんで、うん、そのでもそれでキャンプブームが去った理由が迷惑キャンパーが増えたっていうのは俺ちょっと違うと思う。というと、うん、ずっと昔からやってた人って別に迷惑キャンパーがいようがいなかろうがやると思ってて、うんうんうん、例えば注意をするとか、うん、もしくは、迷惑キャンパーがいないキャンプ場に行く。そこってどうやって見つけると分かるんだろう。いやいや全然分かるよ、あの、はい、ネット見たら、まあ、管理人がいるとかさ、口コミ見たりとかさ、うんうん、で昔からやってるキャンパーさんはてかもうキャンパーはさそういうのをさ試行錯誤できるじゃん自分で。そうね、もう迷惑キャンパーいたから一緒やんないとかなんないから、うんうん、それはね俺ちょっとその発信してる YouTuber の人誰か知らんけど、うん、その人がなんかちょっと適当言ってることすごい適当だと思うわ。あそう、うん、なんかトゲある生き方しちゃってるけど。なるほどね、うん、さっきちらっとそのに直面してどう行動するか次第って言ってたけど、うん、逆にそのオーナーとしてじゃなくて、うん、一応客さんとして別のキャンプ場に行った時に、うん、なんかうるさいお客さんとか注意したこととかあるの？あるあるある。マジで？あるしである。注意っていうかちょっとなお願いだよね。あの別に自分のキャンプ場ではないし、うん、うるさいよとか、うん、なんか偉そうに静かにした方がいいよみたいな注意はしたことない、うんうんうん、そのできれば静かにちょっと過ごしたいんで、うん、静かにしていただけませんかみたいな、本当に同じお客さんとして、うん、お願いしたことはある。なるほどね、うん、どういう反応だった？あでもね学生とかだと多分すごい若い人たちで、あすいませんなんかじゃあ静かにしますって言って本当に静かにしてくれたよ。あそうなんです、うん、なんか俺もさキャンプがっつりこうやって働かせてもらう前とかは、うん、なんていうのワンピースのキャンプファイヤーみたいな、あえてなんかどんちゃん騒ぎするイメージだったんだよね。絶対ダメなんだから全然キャンプじゃない。キャンプじゃないよあんな修学旅行キャンプでもなんでもない。いや林間学校とかでしかやんないよあんな。えでもそのイメージで学生とかって来ちゃうからさ、うん、そういうイメージでだから逆にさ、いやレアじゃないそれ。それレアかな、うん、そうだからそういう人からしたら静かにしてくれって言われたら、え何言ってんのこの人ってキョトンとされちゃうんじゃないかなってちょっと思ったね。なるほどね。まあだからそれはねやっぱその本当にもうキャンプ場とかキャンプを発信しているインフルエンサーの人とかに本当にこうお願いしたいよね、うんうん、リテラシーを上げる。そうなんかそのみんなでこうキャンプのルールとかモラルとかマナーとか、うん、ノウハウとかを発信して、うん、みんなでこう安心安全で気持ちよく過ごせるこうなんかなんていうのキャンプ文化を作りましょうよって言いたい。暑いね今日、うん、暑い今日暑いね。もう俺が作ってやるとかって言いたいんだけど、うん、やっぱそんなまださあれだから言えるほどの身分ではないと、うん、そう力つけてこうぜ。じゃあそうですね、うん、まあ、そんな感じかな。はい、ちょっと長くなっちゃうんで最後にしますね。はい、はい、で最後が、思ったよりもお金がかかる。そうだね。どうすか。お金はかかるね。本当にかかるけど、うん、かからないで楽しむこともできる。お具体的にはだからお金がかかるっていうのは多分キャンプするのに、うん、お金をかけないとできないって思っちゃってるのはさ、うんうん、例えば某キャンプメーカーとかを、うん、ばっか買ってる人とかだと思うんだけど、うんうんうん、正直俺もキャンプ結構プライベートでもやってるけど、うん、安物しか買わないよ基本。テントとか寝袋とかあとちょっと贅沢した焚き火台ぐらい、うんうんうん、で基本的にその他の椅子とかテーブルとか、うん、ナイフとか基本的に本当アマゾンで
安くていいものを探すようにしてて、うんうんうん、そうだからなんか本当になんか例えば全部こうヴィンテージものにしたいとか、うんうんうん、オーダーメイドにしたいとか今手でさもう手作業で一個一個作ってる人とかのやつとかだとやっぱかっめちゃくちゃかっこいいんだけど高いから、うーんそういうのによらなければあとはそのブランドで揃えるとかね、うんうん、別になんていうのだから財布もバッグも靴もネクタイもスーツもヴィトンにしたいとかっていう人は金かかるよそれ、うんうん、でも別になんかユニクロ GU でちょっと財布だけヴィトン持っとこうかなみたいな、ね、全体的に高級感出るからねそれだけで、ね、そうそうそうとかっていうやり方をすれば全然安くできるし、うん、まあその車のね例えばレンタカーとか移動代とか高速とかねそういうのはあるけどでも道具最初揃えちゃえばさあのキャンプ場自体はさすごいなんていうのそんなかかんないじゃんそうねフリーで来ていただけるかなとか、ね、ホテルと違って、うん、本当に数千円で楽しめるからすごいいいと思うんだけどね、うん、お金はまあなるべくかけないでいきましょうっていうところだよねまあなんか今いろいろその YouTuber、うん、さんが発信してる動画をの内容ちょっと聞いたけどでもそもそもキャンプブームがなんか終わってたのかっていうところはちょっと疑問だから、ね、これはまたちょっと別でさあのラジオしましょう議論しますかそうトークテーマにしてはいぜひだってうち全然来てくれてるじゃんいや超栄えてるよ去年と比べても、うん、そうだからまあそれはまた話しましょうはいで最後に気になったのがなんかまあその動画のなんかコメントとかさ、うん、で結構なんか意見言ってくれたりするじゃん有名な人そうね今300件ぐらいコメントは来てるようですねそんな有名な人なんだ、うん、でそのコメントがすごい俺読みたい気になる俺ね300件全部見たわけじゃないけどさらって見たので、うんまあ、大前提多分キャンプの割とクロートというか、はいはい、あのキャンプ歴長い方がコメントしてるんだろうなっていうのがあって、うんうん、でまああんまりネガティブなことは言いたくないけど、うん、総じて言ってたのは、うん、むしろもうブームが終わってくれた方がいろんな意味で、うんありがたいわみたいな意見がほぼ理由はちょっとねもうご想像にお任せするっていうところなんだけど、うん、まあ混んでるしねどこ行っても混んでるし、まあ、さっき挙げたその民度的な部分も、うんうんうん、まああるのかもしれないねなるほどねまあそういうでもなんかその人たちも、うん、俺責任があると思ってるのが一個ちょっと言っていいちょっと今日暑い日になって暑い行こうぜ暑く行こうぜ一個言いたいのはその人たちにも責任というかおう、お願いしたいことがあるっていうのが一つと、忖度なしで行こう。そう。でもう一つあるんだけど、先にそっち話すと、はい、なんかキャンプ場として注意を我々はしてるじゃん。うん、迷惑な本当に迷惑な人がいたら。そうだね。そう。だけどなんかなんだろうな、みんなで教え合えばいいと思うんだよ。おう。例えばうちのお客さんでもなんか。手伝ってあげたりとか、うん、あのまあ注意ちょっとうるさいですよって注意したりとか、うん、っていう人が中でもいるんだけどなんか過ごし方をさ教えてあげればいいと思ってて同じキャンパー同じ趣味を好きになってる人がさ増えてるわけじゃん、うん、そうでそのなんかね昔ね俺もキャンプ始めたての時にね、うん、なんか火つかなくてねすげえ段ボールめっちゃ燃やしてたんよおそしたら確かに段ボールがこう燃え切る前にひら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 さ飛んでっちゃうんだよね、うんうんうん、そしたら隣の人が来てあの段ボールとかは燃やさない方がいいですよみたいなモラルとしてみたいなでああそうなんだと思ってそのまま聞いてたらなんかその段ボールとかってこう飛んでっちゃって隣の人のまあその人が隣だったんだけど隣の人とかのタープとかテントに穴が開いちゃったりとかするからあそうなんだそうそうだからうちでも絶対それは言うし、うん、あの焚き火もね強すぎたらそりゃそうだし、うんうんうん、そうだからなんかその人がさ注意してくれてやっと分かったじゃん、うん、だからなんかそれを嫌な顔してムカつくって思いながら言いに行っちゃうと喧嘩になったりとかしちゃうかもしれないから、う
まあ、それはちょっと状況見てだけど、なんかその教えてあげるっていう、あこの人たち絶対素人だなとか初心者だなって分かるはずだから、うん、ってなったらみんなでこうなんかね教え合うというかっていうのをしてあげてほしい。でそれはめんどくせえよっていう人ももちろんいると思う、うん、なんかそのいや別に自分たちが静かにキャンプしたいだけだから、はいはい、そこまでしたくないみたいな、うん、でもなんかキャンプブームでやる人が増えたことによってその人たち得してると思う、はい、これが2個目ね、うん、話したいこと。なんでかっていうと、はい、あのじゃあキャンプブーム来たと、キャンプ やる人口がめちゃくちゃ増えた、うん、ってなった時にあのまずキャンプ場が増えたじゃん、めちゃくちゃ。そうですね。でキャンプ場が増えたってことはあの同じキャンプ場なわけじゃないじゃん、いろんなロケーション、うん、いろんな思いが詰まったキャンプ場、うん、でなんかいろんなコンセプトだったり、そう、ね、楽しみ方 がそう楽しみ方が違うキャンプ場があって、であのその多分もともとただただキャンプしてた人たちもなんか自分の好きなキャンプだったりをさらにこう拡張できてるはずなんよ、このキャンプブームで、うん、そうだからなんかただ一概にいやキャンプブームなんか来てほしくなかったっていうのはなんかちょっとこう寂しいかなっていう、キャンプへの愛が足んないんじゃないかって、いやまあそれはちょっとなんかと尖りすぎてる尖りすぎた、俺がそれ言いたくないけどそうっていうのと、あとキャンプギアなんかもまさにそうで、うん、だってキャンプギアなんかさキャンプ人口増えてさ儲からないとさグッズなんか作んないじゃん、うんうんうん、こんなにかっこよかったりとか機能性が良かったりとか、うん、のキャンプギアができたっていうことは、うん、やっぱキャンプが流行ったおかげだから。なるほどね。そう、初心者の人とかがいっぱい買うから、うん、いろんなものをさメーカーがさこう試行錯誤して作るわけじゃん、うんうんうん、でやっぱりクロートの人とかもそれを手に取って、うん、またキャンプの楽しみ方がすごい増えてるわけだから。そうね。だからまあそういうなんていうのキャンプブーム来て確かにキャンプ場混んでるとかあのうるさいやつがいるとか迷惑キャンパーがいてとかっていうのはもちろんあるんだけど、はい、やっぱこうキャンプがこうなんていうのいい意味でこう広がっていったり拡張することでなんかメリットもあるはず で、うんうん、でそのねメリットもやっぱ得てるっていうことも分かった上でちょっとこうなんか すり合わせのね期間だったと思うよこの 2,3 年ってキャンプブームのなるほどね、そういう時期も必要だと。そうで今やっとちょっとさじゃあキャンプ始めたけどなんだかんだ続かないとかっていう人が辞めて、うん、こう厳選されていくわけじゃん、うんうん、精鋭たちが残ってるわけね、残ってるわけじゃん、うん、ってなったらさこれからがもうさ一番いい時代じゃん、いろんなキャンプ場あってギアあって確かに土台がもうできてるわけだからね。そうそうそう。かなと語ってみ見ちゃいましたね。いやなかなかその視点でキャンプ考えられてるのはさすがですね。いやキャンプ愛あるからね。キャンプ愛に溢れた回。キャンプでご飯食ってるから。そうだよね、うん。本当にそうだよね。いやそうよ。それが本当のキャンプ飯だよな。うん。いやそれは分からん。それ違う、うん。毎日がキャンプ飯じゃんって。まあ確かにね。言ってしまえばね。うん、そうだね。だからまあちょっとね、ほんと過去一ちょっと長いわ、アズ今回、アズ初出演で出演ちょっと、なんかちょっと、まあ今回ね、でもいい意味で、なんかすごいね、持ってきてくれたちょっとトークテーマもすごい良かったし、ありがとうございます。話しちゃったでもなかなかね、ここまでキャンプ愛の話を聞くことも僕もなかったので、そういう貴重な話を聞けてよかったです、僕も。いや、本当にありがとうございます。じゃあもう、一回ね、終わろうか、2時ぐらいになるし寝ましょう。はい、ということで長時間ですね、聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。こんな形で今後もキャンプについてだったりね、その他のことについてもちょっとキャンプ場スタッフの仲間たちと話していきたいと思いますので、まだの方はチャンネル登録お願いします。あとグッドボタンもね励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。